じゃこんにちは、はい、どう豊さん、はい、今日は阪神の佐藤輝明選手徹底解剖勝手にね、まあ、またね動画回しに来てんなみたいな言われるんだよ。いや最近これ、まあ、いいじゃんな。そうです、うん、いやこれ違います。なんでかっていうと、これ実は私今日豊さん聞きたいと思ってこの動画を撮りたかったんですけど、はい、先日、じゃあ動画はお前の責任な回らなかったら私の責任。分かりました、はいはい。谷繁さんと佐藤輝明選手がこうインタビューの映像あったんですね、はいはいはい、それをスカパーで見てたんですけれども、すごく興味深くて、うん、谷繁さんが質問してそれに自分はこうだっていうふうに答える佐藤輝明選手っていう、そのなんか佐藤輝明選手像っていうのがすごく見えてきたので、いくつかすごい疑問に思ったことがあるので豊さんに聞きたいなと思ってたんですけれども、まず谷繁さんは佐藤輝明選手配球とか読んだりするタイプなのって本人に聞いたら、うんうん、僕一切配球読まないんですよ僕感覚だけなんですって言ってたのがまずびっくりしたんですよ、うん、感覚だけでバッターボックスで打てるんだっていう、まずそこが谷繁さんも配球とか読まないのみたいな疑問だったので、それってまずあり得る。俺も若い時は配球あんまり読まなかった。感覚だったんですか。感覚っていうか、うん、俺は一番早いタイミングには合わせてたよ、うん、ここだけは変えなかったけど、その後いくら遅いボールを投げられてもこう溜まるから、うんうん、止めればいいわけだから、うん、体を、だからそれはね分かるよ、あんま読まないっていうのは。読むと逆来られると腹立つんだよ、ね、だから読まなくても打てたから。じゃあ佐藤輝明選手は、うん、まあ、昨シーズンも、まあ、今シーズンもそうかもしれないんですけど、うんうん、あまり配球を考えずに去年も立ってたってことですよね。まあ、そうだよね。じゃないと、うん、あれだけの凡打を繰り返さない。あ、逆に言うと、逆に言うとね。でも自分のそれがまあポリシーであれば、うん、それを守ったということだろうね。前半あれだけはホームラン量産したりとか打てたっていうのは、うん、感覚であれだけ打てたっていうことなんですか。まあ、感覚とやっぱ体が疲れてなかったということだよね。あ、その体が疲れるってなるとやっぱり感覚も良くなくなってくるんですか。まあ、そうだよね。その頭の中がクリアじゃなくなるというか、すっきりしない。まあいろいろ考えるよね、やっぱ打てなかったら、うん、自分のことに置き換えて、まあ、もうちょっとこう上からボールを見ようかなとか、はい、配球ではなくて自分のことを中心に考える、ね、うんうん、それがなんかこう曇ったような状態になってるという、うん、だから曇り空なんだよいつも。だから快晴にはならない、はい、それとプロは体だけじゃなくて精神的に疲れてくるから、はい、あ、その部分も。そりゃそうだよ、まあ、あれだけギャン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 打てない打てないどうのこうのって言われたさ、はい、うん、疲れるよそりゃ。感覚がおかしくなるってどういう状態。いやだから例えば、はい、パーンとここもバットが出てたのに、うん、なんかバットの出が悪いとか、うん、その感覚が悪くなるっていうか、うん、だからやっぱりさ、うん、体が疲れてたらさ、うん、ね、朝起きるのも、うん、重い、あ、ちょっとベッドから出たくないなっていう感覚なんだよ。だから感覚っていうのはそういうもんじゃない。だから元気、あ、よく寝たってすっきりしたみたいな、はい、あ、ちょっと起きようみたいな、うんうん、ね、だから朝からパッ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 動けるとか、うん、でもちょっと疲れてるとさ、起きたけどちょっとソファにちょっと疲れて、うん、何分経ったら動こうとか、うんうんうん、そういうのあるじゃない。それは感覚のズレが出てくるじゃない。それがバッターボックスで起きてるっていう、起きてるっていうことだ。で、その感覚がいい時は見遅れてた。でも感覚が、まあ、調子が悪い、感覚が悪いと見遅れなくなってたっていう。だからそのそういう、まあ、佐藤輝明の言い方なんだろうけども、うん、感覚って見遅れる、うん、振ってしまうっていうのはバッティングで言えば間が取れてるか取れてないかっていうことだね。だからしっかりタイミングが取れてるかどうか、まあ、そこが感覚のズレっていう彼の独特な表現の。その感覚って昨日までできてたのにいきなり翌日全くできなくなった。だって相手が違う。あ、だってピッチャーがタイプが違う。それだけで感覚やっぱズレてきた。変わる時もあるし、一日休みがあって移動しただけで、はい、その感覚っていうのがズレるっていう人もいる。佐藤輝明選手がその前半、まあ、感覚良くて中盤から後半が感覚がちょっとやっぱりズレてきたっていうのはやっぱ疲れだったり、まあ、そういうことも要素の一つだよね。あと前おっしゃってた豊さんがそのピッチャーが佐藤輝明選手をやっぱ攻略し始めたっていう、まあ、研究し始めたっていうことだよね。それで自分の感覚が崩れさせられてる。いやだから それを崩そうと思って弱点を攻めるわけだ、うん、はい、だからまんまとやっぱこう攻められた方の軍配が上がったということだよね、うん、そうですね。で、うん、その弱点っていうのがその佐藤輝明選手インサイド
で、インサイドをじゃあ佐藤輝明選手はこう、ね、良くないって言われてて、じゃあインサイドを打てるようにすればいいのか、それとももう打てない、だからインサイドはもう捨てるって考えでこれからも行くべきなのか、どっちなんですか。まあ、彼がどういう性格なのかっていうのが分からないけども、はい、俺はやっぱ俺も弱点あったしね、はい、まあ、みんなあると思うんだけど、うん、それを認めるか認めないかで、うんうんうん、認めなかったら打席の中でそこばっかり気になるだろうね、うん、でも弱点っていうのをこう認めて、はい、なんていうの、自分の得意なところだけを待ってれば打てると思う、うん、だから人間だから間違えるから、はい、だからそこを的確に捉えるかどうか、うん、まあ、それによって全然変わってくる、うん、だから弱点は練習はすべきだよ、まあ、で克服できれば克服に努力をするべきで、弱点が減るとやっぱ長所も伸びるから、はい、弱点を放っとくといい長所もそのまま現状維持だから、うん、俺の考え方は、はい、だからその弱点に対しての努力はすべきだけども、打席に入ってまだ弱点と思われるところを意識しないように打てるところを待っとけばいいよ。伊藤さん、今年のオープン戦とか練習試合で、まあ、佐藤輝明選手結構結果を残していると思うんですけど、うん、去年と変わった部分ってありますか。変わった部分はね、なんていうの、去年はもうとにかくホームランとか、うん、まあ、いろいろ言われてたけども、だから今年は多少コンパクトになってるよね。コンパクト、うんうん、あの率を気にしてるのかどうかわからないけど、はい、そう、打点というのを気にしてるのかわからないけど、うん、ちょっとちっちゃいんだよ。あ、そうなんですか、ね、うん、豪快さがちょっと消えてる、はい、だそれは昨年過ごした1年間の、まあ、反省なのか、うん、それともホームランっていうのよりもやっぱプロは打点だっていうふうに考え直してるのか、はい、それは分からないけど、少しねやっぱホームランも減ると思うよ。あ、そうなんですね、うん、というのはやっぱ反対方向にコンパクトに打つ打席も目立つしね、はい、彼は50本打てるバッターなんだけどな。どっち だけど40本に減らしてもやっぱ打点と率を取りにいってんのかなっていうような、うん、そんな気もするよ。ただ彼は最初の一言一発目に、うん、僕は感覚でやってますという感覚なんだから、はい、感覚人間っていうのは、はい、まあ分かんないよね、いつ感覚が変わってブレイクするのかっていう、はい、そうですよね。新重さんがやっぱりいいバッターっていうのは多分そのキャッチャー目線もあると思うんですけれども、自分が打てるところに相手に球を投げさせる打者になることがいいバッターだよっていうふうに、まあ、話してたんですけれども、まあ、弱点がないバッターだよね。ああ、それと得意とする付近に落とし穴っていうのはバッターって持ってるから、うんうん、はい、だからまあそのことを多分言ってると思うんだろうけど、これ佐藤輝明選手当てはまる項目になるんですか。いや、感覚だから、うん、ちょっとまた違う、全く何言ってんのっていうような感じなのかもわからないよね。そんなこと僕考えたことないですよ、ね、うん、まあそうですね、感覚で、うん、だからそれまでそんなちっちゃなこと、うん、重箱の隅をつつくようなそんなこと考えてませんよみたいな、はい、うん、だから谷繁はもうずっとね、何十年間もこうバッターと対戦してきて、得意なところの付近に落とし穴がある、うん、だからもうそこで勝負するしかない、このバッターには弱点がない、うん、読まれたら確実に打たれる、だから得意なとこからスッと落としたりだとか手を出してもらう、うん、だからそういうことを積み重ねてきて勝負してるから、はい、谷繁の感覚は多分そうなんだと思うよ、はい、だけど、うん、佐藤にぶつけるには、はい、まだちょっと早かったかもわからないね、質問が。その理論というか、そうですね、質問がない。で、これからやっぱり佐藤も感覚だけでは打てないかもわからない、うん。俺は感覚だけで打ってきてるんだけど、俺もね。はい、だけど、まあ、スケールは全然違うよ。だけど、打てないピッチャーがいた。江川さんという。あ、だから確実にまっすぐを待つのか、100待つのか、はい、もうカーブを100待つのか、うん、どっちかにしたんだよね。はい、それから攻略ができてる。あ、できたけど、江川さんだけ唯一豊さんはその配球を読んで、で読んで打って、うん、はい、その読んで打つことが楽しくなった。でこのピッチャーは球種で張った方がいいピッチャー、うん、このピッチャーはコースで張った方がいいピッチャー、うんうん、このピッチャーは高低で張った方がいいピッチャー、うん、そういう3種類ぐらい分けると大体当てはまってくる。そうなんですね。そう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 、だから佐藤もこれからそういう風に感覚で打ってたんだけども、うん、そういう風に変化をしてくる可能性があるね、うん、それでまたここで感覚に変化
がもたらされてさらに配球ってなってくるとさらにまたすごい強打者というかバッターに、いやすごいと思うよ、引きますよね。いやいや、これが感覚であそこまで打てるんであれば、はい、コースで張ったりだとか球種で張ったりだとか、うん、するとこれがハマってくると結構いくよね。ですよね、うん、ボールも振らなくなるだろうし、はい、まあでも将来的にはそのピッチャーの勝負球で勝負ができるようなバッターにまで成長してほしいな。それは十分可能性は全然ある、全然ある。まあこのピッチャーはまあ例えば引きつけて流しといた方がいいと、このピッチャーだけは絶対引っ張りにいっといた方がいいとか、まあいろんな形のピッチャー読み方とか当てはめると面白いけどね、そういう駆け引きができるようになってくると俺は面白いと思うけど、ただやっぱりこう今の子供たちを見てるとやっぱ配球っていうかいろいろごちゃごちゃ考えるよりも見えたら振るという、野球にとって一番基本だよね、見えたら振る、そこをすごく大切にしてる人は多いよね。でもそれも間違いではない、間違いではないけど駆け引きをもっとうまく利用すればもっと確率が上がる可能性もあると。そうですね。で最後に目標は何ですかっていうふうに谷重さんが聞いたら、僕目標は全然持たないようにしてるんです、ないんです、何か一つ言ったら、じゃあ何かタイトル取りたいですって言ったんですよ、まあ、一番にはなりたいということだよ、ね、まあそういうことですよね。だからまあ有言実行タイプとね、秘めるタイプと、はい、ね、いるじゃない、うん、まあまだは秘めるタイプなの、それと、うん、やっぱ阪神でそういうことを言うと、うん、それを餌に記事書かれるから、うん、そういうのを避けてるのかもわからない。なるほどね、まさにここでネタになっちゃってますもんね。もうなっちゃってるんだもん。ね、そうですよね、でもそのぐらいやっぱり注目されて、それよりはやっぱそのなんていうの、ほぼ大切だけども、うん、やっぱチームが勝つということが最大の目標で、うん、今の子供たちっていうのはやってる可能性が強いよね、はい、このチームメイトと優勝したいと、うん、ね、この監督を優勝させたいとか、うん、俺のことをドラフト1で引き当てた矢野監督を胴上げしたい、だからチームのために打ちたい、だからその目標とかいうよりも全てが目標なんだよ、入ってる時の全ての 100% を出した結果何かが取れたらいいっていうことなんだろうね。そうかもしれないですよね、うん、いや面白かったです、佐藤輝明選手の徹底解剖というか、解剖されてないよねいやいやいや、なんかちょっと なんかこうのれに腕押しみたいなさふわみたいな、なんかふわっとした感じだよねいやいや面白いなと、だからまあでも、うん、今は現代っ子なのかなって思うけどね。そうかもしれませんねいや聞けてよかった、私がスッキリしただけだったんですけどね。わかりました、はい、はい。